んつけたらさ、なんか皆さんがもういたんだもん。すごいびっくりした。こんな朝からありがとうございます。ローラ。ああ。左側がいつも、ある感じ。皆さん早起き。あ、そっか。あれ？でも。一部って何時からだっけ？私は今日昼ぐらいなんですけど。顔やばい。引っ張られるっていう時の顔がやばい。半分コピー柔らかいんだね。あ、多分柔らかいのかな、わかんないっす。わかんないっす。え、ほっぺの柔らかさってどれぐらいがあれなんですか、柔らかいの。え、わからないです。私ほっぺの、ほっぺ触ったこと、え、ほっぺどうなんですかね。首もほぐすよ。目がやっぱ大事ですね。目のマッサージって大事。パッチリするさせるために目は大事。の下も押して。あ、今日こういうイヤリングです。なんかビーズとなんかちょっと透明感のある感じ。ビーズ？そういえば12月24日のチーム B 公演発表されましたね。あ、ランキングのとこ乗った。お。ね、公演待ちしております。ぜひね、24日、一緒に楽しみましょう。あ、これね、電気も出ますこのローラ。そう、でもね、私は なしで使ってます。久しぶりにローラー使ったかな。コロコロローラー。あ、痛い。ここめっちゃ溜まるね。なんだろう、凝ってるって感じ。痛い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 。痛いっす。ナイス。はい、じゃあちょっとメイクやっていきますね。まず今日はサンプル品を使います。美容液、なんかアルビオンでいただいた美容液を顔全体につけていきます。これね、この美容液。
もうほっぺたしか出てない、今。顔半分。半分も出てないか。もうアルビオン大好きです。なんかすごいね、水分量がきれい、ちゃんと入ってくれて、すごいいいんですよ。レームアウト。いや、アルビオン本当に綺麗にしてくれる。肌にいい。私の肌に合う。これは、なんだっけ。肌のダメージとかそういうの。肌を、ダメージとかそう、守ってくれる。美容液っぽくて。ちょっとね、来月、1月入ったら買おうかなって思ってる。でも最近ほんと肌の調子がいいですね。最近肌白い、嬉しい。もっと白くなりたいです。外出てないからじゃない？ 多分。今年の夏とか本当に全然出てないし、それもありそう。おはようございます。ツヤ感、なんかすごいみずみずしい感じ。わかります？ みずみずしい感じになりましたね。なんか水分入ったなみたいな。なった。顔が。そんな感じする。しっとり感。じゃあ、では次に何をしようかというところで、そうですね、下地塗っていくか。下地は安定のエレガンス これ本当にいい。でもね、やっぱね、数、もうほんと結構、もうほんと大事な、大事な、なんかすぐなくなりそうなんですよね、30g。ベース塗っていきます。ドボンイベント始まりましたね。昨日9時頃やってたんですけど、結構上がったかな。ちょっと今ランキングわからないんですけど、でもすごいたくさんの方が遊んでくださってるんだなっていうのが目に見えてすごい嬉しかったですね。メンバーとしてもですし、一人のね、プレイヤーとして。本当に、感謝です、皆さん。
が会えなかった。会いたかったですね。ゆかるのスタンプまだかな？まだかな？ まだかなをまだかなで返す私。あ、そうです。今日ちょっと肩出てます。 はい、ではファンデーション塗っていこうかな。あ、ちゃう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  ちゃう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 、これを塗ってクマを消す。女の子は準備大変？言葉かな。でもね、メイクは楽しいですね。なんか別の自分になれるというか、やっぱすっぴんでいる時ってやっぱメイクしてる時だと絶対メイクしてる時の方がやっぱテンション上がるし、メイクしてる時もやっぱ変化が楽しめるので、わかるので、まあ自分のスピンはもうずっともう見てきてるし、メイクした時のなんかその変化ぶりっていうか、変われる瞬間、とても楽しいです。嬉しくなる。あれ向けファンデーション塗っていきます。でもメイクは同じ？結構オンラインお話し会だと私結構メイク飛ぶんですよね。なんかチークとかすごい薄く見えちゃう。なんでだろう 会場の光なのか分かりませんが、なんか写真の時とかね、ちゃんと。だからまあメイクはあれですね、チークとか濃いめにしてるかも。ネイル見えました。ありがとうございます。青っぽいグレーみたいな。青。グレーなのか青なのかわからないけど、私の中では青だと思ってる。水色っぽい。あ、24日目？お。もうそろそろ1ヶ月ぐらいですね。早い。
広げていきます。伸ばします。よし。ベースはできたかな？ベースっていうかファンデーション。ファンデーションしか塗ってないんだけど、まだ目のクマとか全然多分まだある。ちょっとこれから目の下のクマを消していきます。眠そう、なんか目が。なんでこんな私、メイクするときとメイクした後の目が全然違いますね、私。私うん、や、あの久しぶりに顔全体写しました。はい。なんか眠そうな顔してる。じゃあ朝ごはん食べたからだ。朝ごはんいっぱい食べました。ブロッコリーにサラダ、青さの納豆を、蜂蜜ヨーグルト、あとはデザートにお芋の大きいアイス。食べすぎ。これで今日はちょっと一日頑張るっていう。朝からアイス食べたよ。朝からビーフシチュー大丈夫です。全然めっちゃ美味しかったです。まあ、昨日のご飯の残りみたいな感じですね。全然もう朝はがっつり食べようって感じです。まあ、夜も食べるけど、朝はやっぱりこの時期本当に寒いし、やっぱ体温上げていかないとね、やっぱ食べて体力エネルギーを作らないとね、頑張っていけないので、朝からビーフシチュー大丈夫。いや、もうかなり食べましたよ、本当に。本当に結構食べた。うん、食べた。今ちょっと目のクマを消してます。さすが大先生。そんなありがとうございます。アイスの口づけのね、あのレクチャー動画、すごいたくさんの方に見ていただけて嬉しいですね。ショールームでも一緒に見ましたもんね、皆さん、ファンの皆さんとね。本当に編集とか上手くてすごいなって思います。
の下消せたかな。あ、ちょっと消せた。こう、なんか下からだとクマ影になっちゃうけど、ここを見たら、まあ多分消えたんじゃない？まああとはハイライトとかでなんとかします。もともとやっぱり皮膚がね、ここら辺薄いんですよね。だから、色が、青グマ？すぐバレちゃう。チークでね、これぐらい、あ、結構わかるね、ここの角度だと。ショールームの配信で、もうなんか結構塗らないとね、本当にチーク見えないんですよね、あのオンラインお話し会。まあ、これちょっとぼかしますけど、ぼかすと結構いい感じになるのでは。ブルーベア青グマちゃん、こんな感じかな。なんか白、なんか、これぐらい分かんないけど、これぐらいかな。では私の気合い入れるハイライト、あ、でもハイライトどうしようか、先に眉毛描いた方がいいかな。いいか、ハイライトはここら辺にのせる。ここのチークのここ、この角度によってね、ツヤ感を見せたいので、あとここと、上、立体的になりますように。どうだ、ちょっと見よう鏡。あー、はい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 、綺麗じゃないですか。多分ちょっと眉毛描きます。じゃあシェーディングやろう。ほんとキャンメイクのシェーディングが最高すぎる、これ。もう結構減ってきた、買わないと、もうそろそろ。それぐらいずっと愛用してます。04、シェーディングはいつも適当、適当です。なんか気分。角度とか決めてないです、あんまり。よかる、肌白いからチーク多い方がええんか。そうですね。公演の時とかも私結構チーク多めだ気がする。なんかやっぱ血色感あった方が、なんかいいかなーと思い。そうですね。眉毛描きます。
じゃあ、花のラインをきれいに。よし。ここね。もうここ大事、いつもここ命、ここをメイクするときにもう大事です。やっぱね、なんだろう すごいやっぱこの綺麗に見せたいですよね。はい、ちょっと立体感、続いてアイシャドウ。今日は待ってか、アイシャドウって基本落ちやすいので、今日はこれをね、下地に塗って上からアイシャドウを重ねていきたいと思います。これで本当に便利なんですよ。落ちないの。アイシャドウ、粉が。そう、ハイライト買ったところと同じお店なんですけど。シャドゥインシュランスアイシャドウプライマー。だから本当に落ちないんですよ。そう。少し取って、アイシャドウ塗るところに重ねていく。もうちょっと足そう。まぶたの。本当に落ちないですよ、これ。本当に、私これ、劇場公演の時絶対つけてます。本当に落ちないんです。しかもちゃんとアイシャドウの発色をすごい綺麗にしてくれるので、よし、濡れた。あ、乾いた。じゃあじゃあ、ピンク、ピンク、濃いピンクを目の上に乗せていきます。ああ、でもいい感じ。やっぱこれ塗ると結構発色が結構濃いめに乗るんよね。ほら、
濃いめ。いや、本当にこれ落ちないです。本当に。だからまつげに粉が落ちることがないんです。とてもいいアイテムです。おすすめ。濃いめ。あ、違う、目の下も塗らないと。涙袋がすごいぷくってしましたね。こっち塗ってない うん、もう本当に綺麗に塗れ、ほら、ベースに、やっぱアイシャドウベースですやるだけですごいはっきりと色がつきますね。ああ、配信のカメラを鏡代わりにしてしまっている。え、コーヒーこぼしたの？大丈夫？ いや、嬉しいんですけどね、すごい、ね、綺麗っていうか、ね、っていただけて、コーヒーこぼすのは危ない。大変だ、朝から。あ、かわいい顔持ち。美しさが際立ってた。おお、嬉しい。あ、でも落とすも全然簡単ですよ。うん。待ってな、あれがないと。あった、マスカラ。なんで？お、黒いのついてんだ。あ、取れた。できた。あ、でも、ま、あ、ま、あ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  れがない。あ、じゃ、目、あ、アイライン、アイライン引かない。
朝のショールームは久しぶりですよね。でも最近昼間も多いけど、ごちゃごちゃ。青いから綺麗に変身。え、嬉しい。あ、進化。嬉しい。なんか今日はね、リップが薄い気がするな。ちょっとリップだけ塗っとこう。そうですよね、朝あんまりやらないけど、本当に朝にしか多分来れない方もいらっしゃると思うし、やっぱ今日土曜日だよね。そうですね、というね、朝ね、皆さん来てくださって嬉しいです。アイラインが一番緊張する。中もちゃんと描きます。隙間？隙間埋める。待って、今日濃いめかも。メイク見て、わかりますか、このこっちのなんか目がはっきりしてる気がする。こっちもやってみようか。なんか今日目が黒いなんか今日濃いぞ。濃い気がする。そんな太く描いてないんだけど。アイシャドウか。アイシャドウかな。なんか今日すごい目がはっきりしてまあ、片方、あ、半分やってますこっち。濃い感じしないですか、あんまり。画面通すから。あー、そっか、そういうことですね。今日は結構でも濃い気がするな。
来ました。濃いかな今日濃い気がする。もうアイメイクでやっぱり目の印象ガラッと変わりますね。できた。まあ、あとはちょっとそうですね、あとで髪の毛がセットして、はい、あと今日は新しいメガネをかけて握手しよう、握手じゃない、オンラインお話し会しようと思います。仕上げスプレーして終わりかな。メイクキープ。わ、怖。メイクキープのシュッシュが怖。ちょっとドキドキする。あ、そう、丸いメガネ。こういう画面、あ、ちょっと、やっ、やっ、あと1回、 OK。 なんかさ、この目の前にこのさ、シュッシュッシュッ、このわかります、ここ怖いんですよ、この、うん、で自分で押すじゃん。結構届きます。届いた。うん、でも待って、美容液とかすごい塗ったから鼻がテカってる。じゃあ鼻に光沢感がありすぎる気がする。大丈夫かな、パウダーで抑えよう。あ、でも RMD のあれ塗りたいな。リップバーム。乾燥対策。メイクって不思議ですよね。魔法みたい。魔法ですね。魔法をかけました、私は今。磨かれていく感じ。あ、はじめましての方が見てくださって、はじめましての、ありがとうございます。コメント見つかってほしい。ありがとう。その思いは嬉しいですよ。みんなも魔法にかかります。チームビーのコンサート当たりました。おー、おめでとうございます。楽しみましょう。ピアス開けないんですか？開けないですね。多分一生開けないと思います。私は。ずっとイヤリングです。覚えてください。私イヤリングね。そう。
最近あれですね、ショールームだったり YouTube とかできっかけに私のこと知ってくださったり、 Twitter とか Instagram とか、あと755とかショールームとかフォローしてくださる方がね増えてきた、いてくださってとても嬉しいです。今日は午後ですね。楽しみ楽しみ。ショールームのおかげでゆかるんに出会えた。ありがとうございます。まあ、きっかけですね。あ、嬉しい。っていうことをさ、今日見ていくと嬉しいね。ツイッターのポーズが可愛かったです。あ、そう、ツイッター鳥じゃないですか。はい、ツイッターのアプリのさ、そうメインのキャラクターみたいな。そう。なんか鳥にしてアピール、鳥でインスタはやっぱ写真、映える写真とか、私全然映えてない写真しか投稿しないんですけど、そうカメラでショールームみたいな感じ。ちょっと、あ、目が凝ってる。起こすと気持ちいい。ここジーンってする。あ、泣いてないですよ一応言っておきます。ここジーンってする。すごい重い、なんかさ、奥にグーってくる感じ。目が疲れてるんだ。フォトアイマスクとかした方がいいのかな。あとこことかもほぐすといいですよね。目の横、髪の毛やっちゃおうかな。髪の毛やっちゃおうかな。アイロンあるかな。ここに。ありそう。ありました。ありました。昨日もやったもん。あ、コンセントが。アイロンをやってしまおう。で、ちょっと携帯も充電しとこう。皆さん早速木目タイムちょっと楽しんでますね。木目タイム、そうです。私本当にずっとこの背景なんですよね、ショールーム。ちょ、コメントすごい。あ、そうだ、これちょっと捨てに行きたい。
指？あ、指ですか？大丈夫ですよ。全然、全然、全然。ここも切っちゃってさ、やばいよね。あ、これちょっとアイラインがついちゃった。ここも赤くなっちゃってる。なんか髪って気をつけないといけないなって思いました。ちょっと髪怖いね。そう、昨日、トランプ？カードゲームやってて、カードを切ってる時に、指切っちゃいました、結構。結構、そう、何箇所か。やってしまいました。だから、そう、気をつけてください、皆さん。やっぱ乾燥してるからね、今。髪結構痛いんですよね。しみるの。まあ、手洗うときもそうだし。うん。気をつけるね。羽ね、今日結ぶか迷ってます。めっちゃハンドクリーム塗って潤いしないと。あー、最近はね、やっぱ消毒液しみるね。うん、ぐるるん、でも消毒も結構乾燥しません？この手のひら、手のひらじゃないや。うん。なんかパサパサってなる。荒れちゃうのか、荒れちゃうっていうのか。だから私はオーガニックのアルコール除菌スプレーをね使ったりしてます。最近そう、香り付きのものとかもね使ったり。ラベンダーのもの使ってます。ラベンダーの匂いがついた。99% のアルコールで手荒れがすごいです。ね、そうなんですよ。私の妹も結構、私よりも皮膚が弱くて、結構ね、アルコール使うのにね、いつもそう、頑張ってやってるって感じですけど。お店とか、そうそう、買い物した時はね、そう。結構やっぱりね、皮膚、なんだろうね、荒れちゃう人は本当に荒れますよね、アルコールは。だから、99%？ ね、そうそう。結構、なんかね、乾燥しちゃいますよね。約 70% だよ。へえ。え、じゃあなんかさ、あ、そういうことか。除菌 99% ってことを言いたかったのかな。確かに、アルコールの量は、わかんない。除菌もできるハンドクリームもあるよね。今初めて知りました。え、そんなものがあるんですか？
除菌できるハンドクリームって最強じゃないですか。そんなケアもできて、どこで売ってんだ、すごいね、あるんだ。匂いフェチですか？あ、匂いフェチだと思います。香り結構、出るんだ。でも結構私もハンドクリーム家にありすぎて ね。でも1個持っておきたいな。香水つけるの？香水はちっちゃい香水です。本当になんかシュッシュタイプではなくボールタイプ。ちょっと今見せます。ちょうどポーチに入ってたので。メールで一回送りましたよね。このジル・スチュワートの香水、ほんとちっちゃい、もうこれぐらい、このサイズぐらい、人差し指、これ、この香水、ほんと持ち運びに便利っていう。ちっちゃいバッグにも収納効くし、開けてロールタイプっていうのかな。そうそうそう、ここコロコローってしてみたいな、こういう香水しか使ってない最近は。でも香水は家にあるんですけど、そうですね、いい香り そう、コンパクトで、そう、あ、ほんとコロコローって感じ。洋服とかにはつけないですね。でも初めてジル・スチュアートの香水を買ったんですけど、本当に香りが良くて、きつすぎないし、いい香りで、これのシュッシュタイプもね、あるので買おうかなと思って。そうそう、いい感じ。これをね、持ち運んでます。ケース付き、ケース買った。可愛いですよね。ケースも結構いろんな色があったので。シュッシュタイプじわじわくる。え、香水ってだってシュッシュタイプじゃないですか、ほとんど。何タイプあれ？スプレー？何？なんていうの？わかんないですね。あ、スプレータイプっていうの。前髪伸びた。あ、そう、しかも今日、新しいメガネをかけてオンライン話し会参加しようと思うんですけど、その新しいメガネがなんとね、その商品自体がマスクをつけても曇らないメガネみたいな感じで、しかも PC メガネみたいな感じで、めっちゃいいと思って。で、実際ね、ほんとマスクしてても全然曇らなくて、あ、もうこれ最強と思いました。すごいよね。だからもう大事にしようと思います。
本当にマスク しながら、なんかそう、そうめっちゃいいと思う。どういう仕組みって思う。でも伊達メガネなので、伊達メガネ、うん、分かんないです。でも3000円くらいかな、4000円くらいだった気がする。でも本当使ってみて感動がすごく買ったので、本当に買ってよかったなって感じです。デザインも可愛いし、2年ぶりくらいにメガネを買いました。そう、私結構コンタクトはそうつけてる、あ、いつもコンタクトをつけているので、そうなんですよ。だから伊達メガネで大丈夫って感じです。はい、表面にコートしてるのかな、どうなんですかね、多分、え、どうなんですかね、わからないんですけど、どうなんだろう。うん、ドア、そう、ドア、そうですね、コンタクトです。いつもコンタクトに銅入れて、あ、じゃあ銅入りのコンタクトをつけてメガネをかけておしゃれを楽しんでます。だから銅入りのメガネだと本当に目がちっちゃくなっちゃうんですよ。だから、うん、そうですね、うんうんうん、そうなんですよ。そうなうん、そうなんです。でもなんかメガネ屋さんとか行ったらありそうじゃないですか。なんか曇らないようにするなんかケアスプレーみたいなありそう。なんかありそうじゃないですか、メガネ屋さん行ったら。わからないけど売ってそうな予感する。あ、そうそうそう、曇り止めある、ネットでも買えるよ。おお、すごい、シュッシュっていうワードがすごい。そうですね、うん、そうですね。わかんないです。でも、うん、あ、買ってみようかな、私も。あ、さっきでも私1時間ぐらい経ったのかな。うん、皆さんありがとうございます。来ていただき、感謝。髪、そうですね、いつも自分でやってます。会場から配信できるかな、今日。え、私誰と同じ部だろう。まちゃんに会えるかな、今日。まちゃんに会えると思いますか。かな。皆さんに聞くっていう。
Maybe. 会えると思います。お、あずきの方がコメントくれてるということは、マチャリンに会えますね。あ、そう、はてなってなってか。うん、抹茶。抹茶。同じ部だって。おお、これは運命ですね。これは運命だ。今の今日の配信で一番テンションが上がった瞬間だってらしいです。皆さんおめでとうございます。部が同じなの、運命ですもん。運命ですよ、当たり前ですもん。運命すぎる運命ですね。ありがとうございます。違う。あ、高くして。運命すぎる運命ですよ。粉振っとくか。粉振っとくか。今日はこれ使います。やっぱりマスクつけるとね、メイクが取れちゃうので、こういうサラサラのパウダーを使って、めっちゃ粉ついた鼻に。やっぱ鏡見て使わないとわかんないですね。あ、ほっぺにもめっちゃついてる。いや、でも久しぶりの朝配信めっちゃ楽しかったです。もうずっと皆さんにメイクしてるところを見てもらいましたが、今日はオンライン話し会ということで、髪の毛結ぼうか迷う。どうですかね。めっちゃ迷います。しないと。ツイン。どれぐらい？どれぐらいの高さだ？こんな感じ？
会えない人にとってはバッチリメイクのゆかるに会い見れて嬉しい。本当。ショールームね、最近本当にたくさんさ配信できてるの、それも嬉しいですよ。私は。ああ三つ編み。いっぱいありますね。この長さは何でもできますね。とりあえず、考えます。メガネに合う髪型をちょっとします。なので今日そうですね、オンライン話し会終わったら写真載せようと思いますので、あのツイッターや、インスタグラムなどまあお願いします。2回目、本日2回目、はい、では皆さんまた後ほど多分会場で配信するかもです。よろしくお願いします。バイバイ。今日も一日楽しみましょう。バイバイ。行ってきます。またね。